クローバー・テイシェーラは、ブラジルの男性総合格闘家。ミナス・ジェライス州、ソブラリア出身。アメリカ合衆国コネチカット州団ベリー在住。テイシェラ MMA& フィットネス主催。UFC 世界ライトヘビー級ランキング1位。元州都南米大陸ヘビー級王者。電気が通っていないような田舎町で生まれる。実家が農家を営んでおり、子供の頃から、 父の手伝いをしていた。1999年に19歳でコネチカット州に移住。マイク・タイソン、ブルース・リー、ホイス・グレーシーが好きで格闘技に興味を持ち、22歳からブラジリアン柔術を始める。ブラジル人でありながらアメリカ移住後にブラジリアン柔術を学んだ。2002年6月に総合格闘技デビュー。ローカル大会で実績を積むも不法滞在のため、 一旦ブラジルに帰国し、再デビューしたという右翼曲折のキャリアを持つ。2011年8月5日、州都南米大陸ヘビー級王座決定戦で、アントニオ・メンデスと対戦し、リアネーキドチョークで一本勝ちを収め王座獲得に、成功した。2011年11月27日、MMA アゲンストデングで、元 UFC 世界ヘビー級王者のリコロドリゲスと、対戦し、 パンチ連打でギブアップ勝ちを収めた。試合前のテイシェーラ二千十二年五月二十六日、UFC 初参戦となった u f c 百四十六でカイルキングスベリーと対戦し、片方目で一本勝ちを収めた。二千十三年一月二十六日、UFC オンフォックス六で元 UFC 世界ライトヘビー級王者のクイントン、ランページ・ジャクソンと対戦し、3から0の 判定勝ちを収めた。2013年5月25日、UFC160 でジェームス・テフナと対戦し、ギロチン・チョークで一本勝ち、サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2013年9月4日、UFC ファイトナイト、デイチェラ VS、ベイダーで、ライアン・ベイダーと対戦。ベイダーの打撃を受ける場面があったものの、カウンターのパンチでダウンを奪い、パウンドで1ティコ勝ちを収め、 ライトヘビー級王座挑戦権を獲得。ノックアウトオブザナイトを受賞した。2014年4月26日、UFC172 の UFC 世界、ライトヘビー級タイトルマッチで王者ジョン・ジョーンズに挑戦し、0から3の 5R 判定負けを起死し王座獲得に失敗した。約9年ぶりの敗戦を起死し、自身の連勝記録は20でストップした。 2014年10月25日、UFC179 で、ライトヘビー級ランキング6位のフィル・デイビスと対戦し、0から3の判定負け。2015年8月8日、UFC ファイトナイト、テイチェラ VS、ストリート、プラで、ライトヘビー級ランキング6位のオビンス・サンプルーと対戦し、リアネイテキドチョークで一本勝ち。ファイトオブザナイトを受賞した。 2015年11月7日、UFC ファイトナイト、ベウフォート VS、ヘンダーソン3で、ライトヘビー級ランキング9位のパトリック・カミンズと対戦し、パンチラッシュで TKO 勝ち。2016年4月16日、UFC オンフォックス19で、ライトヘビー級7位のラシャド・エヴァンスと対戦し、パンチラッシュで5勝ち。パフォーマンスオブ・ザ・ナイトを受賞した。 2016年8月20日、UFC202 で、ライトヘビー級ランキング1位のアンソニー・ジョンソンと対戦し、試合開始13秒に、右アッパーで小負け。2017年5月28日、UFC ファイトナイト、グスターフソン VS テイチェラで、ライトヘビー級ランキング1位のアレクサンダー・グスタフソンと対戦。五 r ールに、右アッパー3連発から、右フックをもらい小負け。 ファイトオブザナイトを受賞した。2017年12月16日、UFC オンフォックス26で、ライトヘビー級ランキング7位のミシャサークのフと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。2018年7月22日、UFC ファイトナイト、将軍 VS、スミスで、ライトヘビー級ランキング9位のコーリー・アンダーソンと対戦し、0から3の判定負け。 2019年4月27日、UFC ファイトナイト、ジョックレイ VS ハーマンソンで4クテラバと対戦。1R にバックハンドブローでぐらつき、パウンドで TKO 負け寸前まで追い込まれるも、立て直して 2R に、リアネーキドチョークで一本勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2019年9月14日、UFC ファイトナイト、カウボーイ VS。 ゲイトジーで、ライトヘビー級ランキング13位のニキータクリーロフと対戦し、2から1の判定勝ち。2020年5月13日、UFC ファイトナイト、スミス VS、テイチェラで、ライトヘビー級ランキング3位のアンソニー・スミスと対戦し、パウンドでゴティコ勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2020年11月7日、UFC ファイトナイト、サントス VS、 テイチェラで、ライトヘビー級ランキング1位のチアゴ・サントスと対戦し、リアネ・イキド・チョークで 3R1 本勝ち。5連勝を飾った。かつて、ピットファイトチームのジョン・ハックルマンの下で練習をしていた経験があり、チャックリデル仕込みの強烈な打撃と高いボクシングテクニックを持つ。しかし、打撃だけでなく、レスリングや寝技の攻防にも優れているオールラウンダーであり、 パワーを生かしたチョーク系のサブミッションを得意としている。また、驚異的なリカバリー能力を持ち、チアゴ・サントス戦、オビンス・サンプル戦、カール・ロバーソン戦、イオン・クテラバ戦では序盤に打撃を効かされるものの、いずれも巻き返して勝利している。自身が主催する、聖生ら MMA& フィットネスにて、ありがとうございます。